セイントセイヤソルジャーズソウル、一丁やってやるぜ。ここを訪れし少年たちよ、君たちにアテナを託す。この世に邪悪がはびこるとき、必ずや現れるという希望の闘士セイント、クロスをまとい、己の肉体に秘められたコスモを爆発させて戦う。これは5人のブロンズセイントたち、そしてアテナの戦いの歴史である。さあ、この伝説を君が体験するのだ。さあ、どの戦いを紡ぐのかお選びなさい。大いなる戦いがここから始まったのです。あなたは負けることはない、私は信じています。サンクチュアリ決戦の火蓋は切って落とされた。邪悪の矢を受け倒れたアテナを救うために、ゴールドセイントの立ちはだかる12の級を突破せよ。急げ、アテナのセイントたち。遥か神話の時代、神々は地上をめぐって幾度も戦いを繰り広げていたという。数百年に一度、地上の平和を守るために現れる戦いの女神アテナ。神話の時代より彼女に付き添い、地上を脅かす存在と戦い続けた少年たち。彼らは希望の闘士セイントと呼ばれた。そして現代、来るべき聖戦のためにアテナの化身が降臨する。赤子のアテナはサンクチュアリを統治する教皇アーレスに命を狙われるが、サジタリアスのゴールドセイントアイオロスによって辛くも救い出される。アイオロスは赤子のアテナを連れてサンクチュアリ脱出を試みるが、教皇の策略によって反逆者の汚名を着せられてしまう。サンクチュアリを脱出するも、追っ手の攻撃で傷ついたアイオロスはグラード財団総帥キドミツマサに全てを託して息を引き取るのだった。そして13年の時が流れ、アテナの化身はミツマサに育てられ、キドサオリとして成長する。時を同じく、ミツマサに見出され、世界各地で厳しい修行を終えた少年たちがセイントへと成長し、サオリのもとに集った。彼らはブラックセイントやシルバーセイントたちとの激闘を経て、アテナの名を語って地上を支配しようと企む教皇アーレスの野望をくじくため、サンクチュアリへと乗り込んだのだった。だがそこに教皇の差し向けた刺客シルバーセインとサジッタのトレミーが不意をつき、黄金の矢を放つ。黄金の矢はサオリを射抜き、ゆっくりと死へと誘うのだった。黄金の矢が彼女の心臓を貫くまで12時間、矢を抜くことができる唯一の人物教皇をサオリのもとへと連れてこなければならないのだ。急げ、アテナのセイントたち。
教皇アーレスのいる教皇の前へ向かうには、ゴールドセイントたちが守護する12の宮を突破しなくてはならない。残された時間を示す巨大な日時計の塔を横目に駆ける聖夜たち。第1の宮、白陽宮を守護するゴールドセイントは、かつて幾度か聖夜たちを助けたクロスの修復師ムーだった。そうか、白陽宮とは羊だから、ここを守護するゴールドセイントはアリエスのあなたということか。だけどムー、沙織さんが大変なことになったんだ。俺たちは12時間以内に教皇に会わなければならない。悪いが、先を急がせてくれないか。待ちなさい。あなたたちのクロスは修復が必要です。ゴールドセイント、破損したクロスで勝てるような相手でもありません。この白陽宮にとどまり、万全の状態で戦いに臨みなさい。ここはムー様にクロスを修復してもらえよ、セイヤ。わかった、すまないな、ムー。よろしく頼む。ムー、せっかくなのに申し訳ないが、アリエスの火が消えた。もう1時間以上経っている。このままでは。今終わりました。キキ、セイヤたちにクロスを。はい、ムー様。おお、クロスが生命力にあふれている。まるでクロスの息吹が聞こえてくるようだ。これで備えは完璧だ。ありがとう、ムー。ムー、キキ、俺たちの戦いを見ていてくれ。気をつけなさい、ゴールドセイント。君たちが考えている以上に強大です。それはなぜか。それはコスモの神髄を極めているからです。コスモの神髄？究極のコスモの正体とは、人間の第六感を超えた第七感、セブンセンシズなのです。肝に銘じておくのですよ。セイントの優劣はクロスで決まるものではありません。全てはコスモ、自己のコスモをより燃焼し爆発させた者が勝つのです。第二の宮、金融宮を守るのは、セイントの中で並ぶべきもののない豪を誇るタウラスのゴールドセイント、アルデバランだった。シリュウたちをいとも簡単に弾き飛ばすとは。勝手にこの金牛宮を通り抜けることは許さん。このお牛座、タウラスのアルデバランがな。なんだその構えは。戦う気がないのか、アルデバラン。ブロンズごときにゴールドセイントが構えを取るとでも思っているのか。お前と俺では戦うには実力が違いすぎる。なんという強大さなんだ。まさしく奴は恐るべき黄金の野牛だ。この奴か。まさしく奴は黄金の野牛。このタウラスのアルデバランが相手をしてやる。ファイト。このままでも十分お前を倒せる。それ。それだけ。まだまだ。神竜宮は倒産。しまった。どうなっているんだ。構えてもいないっていうのに、あの腕組みがすでに攻撃体制になる。まるで憲法の言い合い切りだ。ボンズのせいに生意気だ。焦っているのかい、アルデバラン。あんた、このコスモを選ぶ。せいや、俺のコスモ、ペガサス優先権。
ロンズセイントだからって甘く見てちゃダメだぜ。これが俺の実力だ。ゴールドセイントとの力の差がここまでかけ離れているとは。どうすればアルデバランに勝てるって言うんだ。剣を抜かせるのさ。居合の剣は鞘から抜かれた後その効力を失う。いわば死んだ剣、死に剣となるのさ。グレートホーンを封じるためにはお前の剣を抜かせる以外にない。居合の剣を封じるのと同じようにな。ふん、それが分かったからどうだというのだ。貴様の実力ではどうあがいても俺の剣などを抜かせることなどできんわ。抜かせてみせるさ、この流星剣で。信じられん。聖夜の剣がビッグバンを起こすとは。どうだアルデバラン、お前の剣を抜かせたぜ。今度はその黄金の角をへし折ってやる。生意気な。その黄金の角へし折ってやる。おい聖夜、一気に葬ってくれるぞ。はいと、俺のこの黄金の角をへし折る。もしそんな奇跡的なことが出たら、俺はあっさりと敗北を認めてくれるだけか。勝利が見えてきたぜ。うるせばら、せいや。だから俺の構えを抜かせたぐらいで本気になるなよ。しまった、まさか奴の体の感覚が著しく衰えたとは。コスモが膨大したんだ。へぇー、これだけか。マスクの失脚、これだけセブン戦士と刻み始めろ。ムーが教えてくれたコスモの記憶を。ペガサス流星剣。いいな。ゴールドセイントの強大さを知ったぜ。これが俺の実力だ。聖夜のコスモが大きくなっている。傷つき倒されながらも成長しているというのか。この男、もしこのまま成長すればゴールドセイント12人をもしのぐセイントになるかもしれん。ぬっ、聖夜のコスモが消えた。どこだ。ここだアルデバラン。約束通りその角もらった。な、何。どうだアルデバラン、約束通り黄金の角をへし折ってやったぜ。さあ潔く負けを認めるか、それとももう一本もへし折ってほしいか。うわ確かに俺の負けだせいや。このタウラスの角をへし折った男などお前が初めてだ。行くがいいせいや。この金牛球は通してやる。だがこの先も同じように行くと思ったら大間違いだぞ。ゴールドセイントを決して侮るな。分かっている。あんたとの戦いでゴールドセイントの強大さが嫌っていうほど分かったさ。
仲間たちと共に第三の宮掃除宮へ突入した聖夜たち。だが幻影に翻弄された聖夜たちはどうしても出口を見つけることができず、迷い人のように何度も入り口に戻ってしまうのであった。二手に分かれ出口を探す氷河とシュン。その前に双子座ジェミニのゴールドセイントが立ちふさがる。この男がジェミニのセイント、なんて存在感のないやつなんだ。まるで亡霊のような。おそらくこの掃除球の迷路はやつが作り出した幻影のはずだ。つまりやつを倒せば幻影は全て消える。あ、ちょっと待って、ヒョウガ。どけシュン、時間がない。金牛球では聖夜に助けられたが、今度は俺の番だ。行くぞジェミニ、ティグナスの剣を受けてみろ。このキグナスの陶器によって倒れてもらうぞ。この掃除球がお前の死に場所となるのか。はい、と。あなたは死ぬ。落ち着いて。このジェミニのヒントはどこかおかしい。敵がどんな小細工をしてこようと、俺のコスモで全て凍りつかせてみせる。まるで攻撃が奴の体を素通りしていっているようだ。いや、そんなことがあるものか。幻影なのか。しかし奴の攻撃は本物だ。やらなければこちらがやられる。いかにお前が強大で、これだけの闘気を放てばただでは済むまい。受けてみろ、このキグナスの最大の技を。最大の技にキグナスの闘気が生まれるもの。その時が貴様の最後、異次元でさまよう。カリスを。あなたは次元に飛ぶなり。この俺の闘技で全て凍りつかせてやるぞ、八丁よ。どうだ、キグナスの闘気は身に染みたか。俺の闘気ではダメだったというのか。ヒョウガ、おかしいんだ。チェーンがさっきから戸惑っているようなんだ。何？戸惑っているとは？あのジェミニのゴールドセイントに対してまるで反応せず、むしろ敵がどこにいるのかわからないといった状態なんだ。バカな。終わりだな。アザーディメンション。ヒョウガキグナスは異次元の彼方で消え去った。次はお前の番だ。アンドロメダ、ドラゴンの目が不自由なおかげで先の二人に掃除球を通過されてしまったのは誤算であった。残すお前は必ず仕留めてみせよう。チェーンが反応しないということは、この場に敵は存在しないということだ。きっとジェミニのセイントを打ち破る方法があるはずだ。
おかしい。僕のチェーンが戸惑うとは。このジェミニの迷宮を永久にさまようがよい。ファイト。レギュラちゃん、どうしてしまったんだ。ジェミニのゴールドセンターに対して全く反応しない。さっきの氷河の剣が通用しなかったのもおかしい。僕は本当は誰も傷つけたくない。アテナのためにお前を倒す。一瞬が恐ろしく挑戦してからこそあなたの心身を生かす。一体何者だ。兄さん、このコスモは兄さんだ。遠くから僕を守ってくれたんだ。ローディングディフェンス。あなたの手足避けないよ。ローディングディフェンス。僕たちの目の前にいるセイントも存在しないのか。なら同時級100かかるのか。全て幻覚。クソ、なんて強靭なんだ。って、こんなとこで負けるわけにはいかないんだ。コスモを瞑想させて僕を甘く見ないことだ。セイントを倒すんだ。させないよ。無駄だよ。ローディングディフェンス。あなたのディフェンス。ローディングディフェンス。そうだ。KO ウィナー。ジェミニー、咽頭葉の悲しみを感じる。あまり傷つけずに済んだかな。どこに隠れていようとも、僕のチェーンは幻覚を作り出しているものを見つけ出して倒す。そこが、行け、スクエアチェーンよ。倒すのは目の前のジェミニではない。それを操っている異次元の向こう側にいる男だ。バカな。異次元空間を超えてこの私の体に直接攻撃してくると。幻影が消えた。やはりジェミニのゴールドセイントはここには存在しなかったんだ。それにしても氷河は無事だろうか。戦いの最中、ジェミニに異次元に飛ばされてしまったけれど、ジェミニのコスモが消えた今、どこかに戻ってきているはずだ。シュンがジェミニのセイントを倒したことにより、アナザーディメンションで飛ばされた異次元から解き放たれた氷河。氷河が落ちたのは第7の球。ライブラのゴールドセイントであるローシが守護する天秤球だった。そこで氷河は懐かしい人との再会を果たす。アクエリアスのカミュ、なぜあなたが天秤球に。あなたは方米球を守っているはずでは。お前をここで止めるためだ。氷河、これ以上先に進むな。これは私の命令だ。それは残念ながら従うわけにはいきません。ならば力を持ってしてでも止めねばならないか。できません。我が師とも言うべきあなたに剣を向けるなど。相変わらず幼さの抜けんやつだ。ならば剣を向けられるようにしてやろう。なんだ。まさか、マーマの船が沈んでいく。マーマが遠ざかっていくのがわかる。海底の一番深いところへ。マーマ。黙れ。
死んだ人間にいつまでも涙を流しているお前の唯一の弱点を断ち切ってやったのだ。いくらあなたであっても許せない！俺の答えはただ一つ、戦うことだけだ。その程度のコスモではこの先確実に敗れるぞ。ファイト！フリージングコンビ。たとえ彼であろうと俺からママを奪う権利はない。やっと決心がついた。ダイヤモンドダッド。それだけ。やっとハンナに。まあ、ヤモンド、ソーマの怒りを受けよ。くだらぬ感情など捨ててしまえ。俺にマーマのことを忘れてしまえというのですか。そんなことはできない。マーマのことを忘れるなど。お前の心の中は母への思いと私への憎悪で満ち満ちている。そのような感情は真のセインとは持つべき究極のコスモと遠くかけ離れたものだ。もうこれ以上あなたに剣を振るうなどできない。その稚拙な考えを捨てるのだ。お前の目の前にいるのは敵だ。これがわからぬか。この神より勝機を届かせることなど不可能。これがキムナスの宝器だ。フリージングコース。ここでは行かなければならないのです。アテナのために、フリージングコースのために。受けられるか、キムナスの宝器。オーロラサンダーアタック。ウィヌ取り付く。ウィナー。まあまあ、勝負あったな。この程度ではこの先どんなゴールドセイントと戦おうと勝負は見えている。ならばこの私が引導を渡してやろう。喰らえ、アクエリアス最大の剣、オーロラエクスキューション。今のコスモは、そんな。セイヤ、お前も感じたか。ああ、氷河のコスモが一瞬大きく弾けて、その後完全に消えてしまった。まさか。氷河の命が燃え尽きた。許せ氷河よ。だが、他のゴールドセイントに殺されるよりは、せめて死とも言うべき私の手で葬ってやりたかった。その氷の棺は、いかなることがあっても溶けん。お前の肉体は、永遠にその棺の中で朽ち果てることはない。魂は天に昇ってもこの無人の天秤球で永遠にさらばだ、氷河よ。第4の級、巨海級へとたどり着いた聖夜と紫龍。そこで2人は壁や床に無数の死人の顔が浮き出ているという異様な光景を目にする。それはカニザ・キャンサーのゴールドセイントデスマスクの見境のない殺戮がもたらした結果だった。死人の顔の中に女子供のものまであることに気づき、怒りに震える紫龍は聖夜を先に行かせ、1対1で
デスマスクと対峙するのだった。この巨海峡に浮き出ている無数の死顔は全て今まで俺が殺してきた奴らだ。その霊が成仏できずにこの巨海峡を永遠に漂っているのだ。つまりこの死顔は俺の勝利の証、強さの勲章だ。わかるか小僧、俺がデスマスクと呼ばれるのもそのためだ。そんなものが強さの勲章になどなるものか。セイントの名にかけてこの死竜、全力を込めてお前を倒す。いいだろう死竜、お前とは五郎法での因縁があったな。今日こそあの世へのトンネルとでも言うべき石式を通って地獄へ行け。くらえ、石式冥界派。なんだこれは。うわお前を倒すために沸騰しているのだ、この竜の血がな。よかろう、五郎法での決着を今つけてくれるわ。はい、どう。動くなよ。目が見える。ここは石式なのか。リリューよ、これから貴様を確実に忍ぶ竜を先ほどしてやるぞ。優勝。なんだあの遠くに見える人影は。あの後ろ姿はもしかして氷河なのか。向こうに行ってはいけない。あの人たちが行こうとしている場所はこっちのか。向こうに行くぞ。サオリお嬢さん、どうすればここから脱出できるのか。耳を澄ますのです。シリー、あなたを救おうとする者の声。取引のことで逃がさん。シリー、シリー、ドークシリューを守ります。ドークシリュー、アテナのセイントを名乗る資格はない。燃えろ昇竜のごとく。五山昇竜、命燃え尽きろとも。ウィナー、この最強の剣と盾の前に敵はない。これぞ鍛錬の賜物。神様、どうか死竜をお守りください。お願いします、死竜を。誰かが死竜の魂を石式から呼び戻している。これは五郎法。そこか、うせろ小娘。よせデスマスク。あの小娘、ずいぶんお前のことを思っていたようだったな。感謝しろよ、これで二人揃って仲良くあの世に行けるのだからな。デスマスクよ、ここまで相手を憎いと思ったのは生まれて初めてだ。もはやお前に対して一かけらの情け容赦も持たん。何バカな、死竜からゴールドセイントをもしのぐほどのコスモを感じるとは一体。今や俺の血一滴までもが沸騰しているのだ。お前は竜の逆鱗に触れたのだ。いくらお前の全コスモを燃やして攻撃してこようと、決定的なダメージを与えることはできん。なぜなら俺が究極のクロス、ゴールドクロスをまとっているからだ。うっやー、バカな、キャンサーのゴールドクロスが全て俺から離れただと。
おそらくゴールドクロスの意志、悪に染まったお前をクロス自身がゴールドセイントと認めなくなったということだ。しかしいくら同情の余地もない男とはいえ、そんな無防備な相手に手を下すなど、この死竜の誇りが許さない。さあこれで対等だ。あとは互いのコスモの力のみが勝敗を分ける。デスマスク、お前はこのシリウの逆鱗に触れたのだ。俺様をなめるなよ。ファイト。バカめ、お前は一撃で決める。ルイントチャンスを無にしたのだぞ。コスモの勝負ではゴールドセイントの俺の方が上だ。俺のコスモは確かまだブロンズセイントの影響出ていない。そのままだ。悪を取れる真のセイント、たとえ一瞬でも俺のコスモゴールドセイントの域まで高められるはずだ。この死の国で赤色冥界砲を食らい続けると、今の魂はズタズタになり、一夜の次元に飛散し、未来永劫現世に転生することもあるまい。はい、シリュー、お前の魂を引き裂いてやるぞ。五山昇竜派。どうすんだ、これ式のこと。五山昇竜派。はい、やっぱー。東京この兄弟なんだ。俺の竜の血がお前を通すために交差しているのだ。そうはいかん。始末日にあげてやる。五山昇竜派。巨人は最も大切な鱗に触れたものを情け容赦なく大いなる怒りを持って滅ぼすという。その命が絶えるまで俺の怒りが消えることはない。言っただろう。燃えろ昇竜の声。五山昇竜派。命燃え尽きようとも。ウィナー、お前にゴールドクロスをまとう資格はない。こんなことでは竜の名折れだ。誰か俺のコスモに直接語りかけてくる。あの声はもしや老師。春霊は無事なのですか。よかった、老師、ありがとうございました。ん、シリュウ、君まさか目が見えるように。見える、いつの間にか見えるぞ。そういえば以前老師に聞いたことがある。生命の源であるコスモを最大限まで高めることで肉体は治療や薬を超えた奇跡的な回復をすると。シリュウ、よかったね。きっとデスマスクとの戦いで君のコスモは最大限まで高まったんだね。ありがとうシュン。さあ急ごう。次の四死球で聖夜も戦っているはずだ。うん。巨階級を主流に任せ単身で四死球へと乗り込む聖夜。四死球を守るのはかつて幼いアテナの命を救い反逆者として命を落としたアイオロスの弟レオのゴールドセイントアイオリアだった。サオリをアテナと認め
忠誠を誓っていたはずのアイオリアだが、その表情に聖夜の知るアイオリアの面影はなく、殺気に満ち溢れていた。この四死球を通ろうとする者は誰であろうと、このレオのアイオリアが殺す。アイオリア、聞いてくれ。沙織さんは教皇だけしか抜けない黄金の矢を受けたんだ。しかもあと8時間以内に抜けなければ手遅れになる。沙織さんは、アテナは死ぬんだ。何？アテナが死ぬ？無駄な戦いはやめて、四死球を通らせてくれ、アイオリア。残念だが、それはできん。言ったはずだ、この四死球を通ろうとする者は誰であろうと殺す。クソ、沙織さんの死が刻一刻と迫っているのに、これ以上アイオリアと話し合っても無駄ってことか。こうなりゃ遠慮しないぜ。あんたを悪の側の人間として全力で倒すだけだ。遠慮はしないぜ、アイオリア。所詮ブロンズではゴールドセイントには勝てん。ファイト。受けよ、ライトニングシラスラボ。なんだあの冷酷な目は。なぜアイオリアの目は輝きを失ってしまったんだ。ペガサス。竜を兼ね備え、まさしくセイントの鏡のようだったアイオリア。その敗戦、今はまるで悪鬼のようだ。実力もわきまえず、ゴールドセイントに挑戦してきた。俺には効かんぞ。この愚かさを思い知るがいい。たとえ勝てないまで、あとは苦しい竜は旬の竜だ。せめて一瞬。セイントに、俺には効かんぞ。は関係ない。今日教えてくれたのはあんただ、アイオリア。あの言葉が何か、俺はセイントにはなれなかった。希望を持ち続けろ、奇跡を起こせ、そうあんたが教えてくれた。俺には効かんぞ。俺のコスモよ。俺には効かんぞ。ゴールドセイントの嫌いまで高まれ。燃えろ俺のコスモ。ペガサス。俺には効かんぞ。ペガサス聖剣。せいや、死の覚悟はできた。やるぞ。すさまじい。ライトニングプラズマ。このままではやられる。ウィナー。負けられない。アテナのためにも。コスモが消えそうだ。マーティー。聖夜の命は誰にも渡さねえ。このカシオスがもらう。カシオスと言いたいところだが、事情が変わった。聖夜、ここは俺が抑える。お前は早く先に行け。アイオリアは教皇の元老魔王剣にやられて洗脳された状態なのだ。元老魔王剣は犠牲者の前で
人が一人死なないと解けない伝説の魔剣だ。なんだって。どけカシオス、お前ごとき増票に用はない。どかぬ。あんたの目が覚めるまでは。うわバカな。カシオス、お前なぜ自らの体を貫くようなことを。だから言っただろう、目の前で人一人死なん限りアイオリアの目は覚めんと。それにお前に死なれると悲しむ人がいるんでな。え？その人が悲しむのを俺は見たくないんだ。俺にとっての女神とはその人のことなのだ。アイオリア！カシオスはお前を正気に戻すために命を投げ出したのに、まだ目が覚めないって言うのか。どうもよ。アイオリアも魔剣と戦っている。一撃、アイオリアを目覚めさせる一撃が欲しい。アイオリアの高速拳、今こそ見切るんだ。せいや、手加減はせんぞ。はい、どうぞ。アテナ、コスモよ、俺に奇跡を与えてくれ。たった一瞬でいい。俺のコスモよ、アイオリアの位まで高まってくれ。貴様がいくらコスモを手に入れたところで、この俺を倒すことはできん。カシオスと共に死ね。勇敢なセイントというだけでなく、人間としての優しさを持っていたあんたを救うためにも、この命ある限り。俺には感じ、俺は諦めない。ペガサス、アイオリア、目覚めろ。正義の使者よ。くそ、はい、受けよ、獅子の牙を。ハイトニングブラボー。それが貴様の限界か。お前などに高速拳が見切れるわけがない。アイオリア、目を覚ましてくれ。アイオリア、俺のコスモ、ペガサス、優先くれ。レイオン、ウィナー。目が覚めたか、アイオリア。まあまあだな。俺は一体よかった、完全に元のアイオリアに戻ったんだな。カシオス、カシオス、今度は星になってシャイナさんを守ってやるんだぞ。セイヤ、アイオリア、カシオスを手厚く葬ってやってくれ。時間がないからな。俺たちは次の処女宮へ向かうぜ。待て、セイヤ。一つだけ教えてやる。絶対に、釈迦の目を開かせるな。釈迦の目が開かれたとき、その場にいるすべてのものは、生き絶えるのだ。
聖夜、紫龍、俊の3人は最も神に近い男と言われるゴールドセイント、乙女座バルゴのシャカが守護する第6の宮処女宮へ乗り込んだ。だがシャカの強大なコスモの前に聖夜たちは圧倒されるばかりだった。この程度の実力の者がこの処女宮まで登ってこられたとは未だ信じられん。下のゴールドセイントたちがあえて手を抜いたとしか思えんな。往生際の悪いこの釈迦、ゴールドセイント12人の中でも最も神に近い男と呼ばれているが、弱者に対する慈悲の心は持ち合わせていない。いや、こうして苦しんでいる者にとどめを刺してやるのも慈悲というものかもしれんな。ん？なんだこのコスモは。俺の弟や友にそこまでした以上、相応の覚悟はできているのだろうな。お前はフェニックスの一騎。神だか仏だか知らんが、俺の弟たちを傷つけた報いはたっぷり受けてもらうぞ。この線を越えると死ぬぞ。迷わずあの世に行くかな。はいと。私にあだなすとは心得者め、命が惜しくばおとなしくひざまずき、大地に頭を切りつけ私を拝め。さく、残念だが俺は真実は信じない。フェニックス剣幕、フェニックス剣幕。さっきか、俺のコスモが萎縮しているのが手に取るように分かる。それともできない。手に睨まれたカエルとはこのことか。オウム、オヨケンタカズヤ、また私が一声するだけで今度は君の首が落ちるが、行くかね。国境に反逆者の君にもはやクロスは不要だ。私が敗任してやろう。敗任されようとも俺は蘇る。これだけか。フェリシャカ剣幕、お前こそ3つの炎で敗任してくれる。たとえ相手が神だろうが、俺の道を阻む者は倒して通るのみ。フェリックスの羽ばたきよ、運動を渡そうか。フェリックス剣幕、燃えろ。KO ウィナー。どこへ行こうと俺の勝手だ。何もかも捨てたはずがこれでは。シャカよ、お前はそれほどの力を持っていながら、なぜ教皇の悪に加担しているのだ。お前ほどの男が教皇の本質を見抜けぬわけがあるまい。それとも教皇が悪と知りつつあえて仕えている悪の片割れか。どうした、答えられんのかシャカ。私はどんな相手であろうと、悪であるか正義であるか分かる。その私が見た教皇、
正義だ。バカな。一騎を、多少なりとも地獄を見てきた君を陸道輪廻へ落とそうとしたのは私の過ちだったようだ。一騎、君の六感すべて立ち、フェニックスといえど二度と立ち上がれぬよう完全に葬ってやる。な、何？天部降臨。釈迦の目が開いた。バカな。腕が、足が、すべての感覚が失われていく。もはや何も感じまい。最後に虚しく動き続けるその心臓を求めて陸道輪廻に落としてやるのがせめてもの慈悲だろう。釈迦、今度は僕が相手だ。兄さんをムザムザ死なせるわけにはいかない。うん、死に損ないの君が出てきたところで何ができる。シュン、どいていろ。釈迦は俺が倒す。この一騎が。バカな。一騎のコスモは恐ろしく増大していく。神に近い男といえど地獄の底を見てきた俺に勝てるものか。迷わずあの世に行くかな。ファイト。オウム。一歩の六感を全て断ち切ったはず。ゴールドセイントしか体得していないセブンセイジズに目覚め始めたというのか。これだけか。暴力転生。剣の方式。サガ、聞こえているだろう。目では見えなくてこのセブンセンシスではお前の姿を捉えることができるぞ。これだけか。さあ行って、今度こそ君に本当の死を与えてやるぞ。カーン。そうだ、一騎、君の命も残りわず、今度こそ私の前にひざまず懐へを詫びるなよ。そうすれば万に一つ生まれるかもしれない。サカ、何百回でも撃ち続ける。この命ある限り、お前の全神経を使ったそろそろ分かってきただろう。いくら君が歯を食いしばってみたところで君たちが再び光の差す場所へ戻ることなど決してない。お前が神に近かろうが何だろうが関係ない。この世で頼るものはこの俺自身の力だけよ。運動を渡そうか。いいな。俺は神仏は信じないたちで、何もかも捨てたはずが、これでは。ゴールドセイントであるこの釈迦のコスモさえも覆い尽くすとは、一体どこからそんな力が。釈迦よ、その答えはお前が俺に教えてくれたのだ。何？お前は六感の一つ視覚を封じることで常にコスモを高めていた。釈迦、今俺のコスモは六感を失ったことでお前をしのぐほど燃え上がっている。まさか。それでは君はわざと天部降臨を。そうでもしなければ
神に最も近い力を持つと言われるお前を倒すのは不可能だろう。さあ、シャカよ。俺と10万億度とやらの彼方まで行ってもらうぜ。愚かな。自分の命を捨ててまで相手を倒すなど、そんな勝利に何の価値がある。さらばだ、シェン。セイヤたちと共に最後まで男らしく戦うんだぞ。兄さん。シュンよ、人間がもし生まれ変われるなんてことが本当にできるのなら、この次に生まれ変わってきた時もお前とはまた兄と弟だ。必ずな、シュン。兄さん。第7の宮、天秤宮において、聖夜たちは氷の棺に閉じ込められている氷河を発見する。しかし、ゴールドセインと数人の力をもってしても破壊できないとされるカミューの棺を前にして、聖夜たちはなすすべがない。氷河を助け出す方法はないのか。苦悩する聖夜たち。その時、突如として、シリウの死、同志が所持するはずのライブラのゴールドクロスが出現した。なぜライブラのクロスが俺たちの前に。おそらく老師が氷河を救うために俺たちに下されたのだ。ありがたくお借りします、老師。ライブラのクロスは分解するとスピア、ツインロッド、ソード、トリプルロッド、トーファー、シールドがそれぞれ1対ずつ全部で12個の武器になるのだ。そして正しいことのために使うとライブラのセイントが認めた時のみ使用できる。昔からライブラのセイントがセイントの善悪を図る要の役目を持っていると言われたのはそのためでもあるのだ。よし、このソードを使わせていただきます、老師。今その中から救い出してやるぞ。そして再び俺たちの前に蘇る！発動よ！やった！氷河！体が氷のように冷たい。心臓も止まりかけているよ。早く何とかしなければ。二人は先に行って。もう時間がないよ。氷河は僕一人でも必ず助けるから。わかった。じゃあ、俺たちは先へ行く。氷河のことは頼んだぞ、シュン。僕のコスモを最高点まで高め、その熱量によって凍りついた氷河の体温を上げられるはず。人を倒すためではなく、人を救うために燃やすコスモがあってもいいはずだ。僕の命に変えても必ず助けるからね、氷河。第8の宮、天活宮へ突入した聖夜とシリュウ。そこを守護していたのはサソリ座スコーピオンのミロだった。ミロの放ったスカーレットニードルは聖夜とシリュウを一瞬のうちに倒してしまうのだった。他愛のないとは言うまい。この天活宮まで登ってきただけでも大したものだ。だが、ブロンズセイントはこの二人の他にまだ何人かいたはずだが。バカな。お前はキムナスの氷河。氷河、蘇ったのか。ああ、シュンが自分の命を凍りついていた俺の体に
熱い命を吹き込んでくれた。さあ、立て二人とも。そしてみんなで強行のままで乗り込むぜ。夢だな。貴様たちが強行のままでたどり着くなど、所詮夢というのだ。俺たちにとって夢とは、決して不可能を意味する言葉じゃない。夢とは信じ、貫き通すものだ。何？この結晶は？カリツォ！見ろよ、今度はお前が動けなくなる番だ。セイヤ、シリュウ、シュンを連れて先に行ってくれ。俺はミロを倒してからお前たちの後を追う。男の勝負に言葉は不要。我が友に念じて、命だけは許してもいいぞ。ファイト。この程度の決勝で私の動きを完璧に封じ込めたつもりか。聖夜たちが天下突きをする。いや、おとなしくしてもらいたくない。よかろう。望み通り、このスコーピオンのミロが全力を持って相手をしてやる。その程度か。たかだかブロンズツインでゴールドセイントが守る12球を突破できるのか。本気で思っている。できるかどうかなど最初から考えていない。いくらかも言われた。俺のコスモでそれを可能に変えてみせる。終わりだ。終わりだ。ダイヤモンド。言ったはずだ。見ろ、俺の効果によって倒れてもらうと。あなたが何かしたのか。何かしたのか。こっちが死ぬ。キグナスの攻撃を受けろ。圧倒よ。ダイヤモンドダスト。降りつけ。ウィナー。クールに徹して敵を撃つ。まだクールに徹しきれんとは。この程度の闘技では通用しないと言ったはず。それよりも自分の体を見てみろ。バカな。これは俺の体にスカーレットニードルでサソリ座の奇跡を。スカーレットニードルは相手の体にサソリ座の星を表す15のシンクの針を突き立てる技だ。そして最後のアンタレスを打ち込めば、その相手は確実に死ぬ。ならばその前に、見ろ、あなたを倒さねば。いい加減にしないか、ヒョウガ。君には神の気持ちがわからんのか。神は天秤級で、君の実力と決意の強さ、セブンセンシズに目覚めることができるか試したのだ。しかし君は甘さを捨てきれなかった。神は最後の情けで君を氷の棺に閉じ込めたのだ。仮死状態からいつか蘇る日も来ようとな。神、そうだったのか。神に免じて命だけは助けてやる。数日もすれば再び五感も戻ってくるだろう。余計なお世話だ。見ろよ、生死を共にすると誓った友が必死に戦っている中、一人だけ生き延びて何になる。この氷河にとって今この時代に生きているということに価値があるのだ。辛くとも苦しくとも、熱い血潮を分け合った素晴らしい奴らと同じ時を歩んでいるということが喜びなのだ。ヒョンナ、君は
え五感すべて失われようと、この命尽きるまで戦いはやめん。このキグナスの翼がある限り、この戦い、このミロが制してみせる。ファイト。神よ、命を落として戦うことこそが、セイントとして生きた証ならば、これは氷河に刃を刺すことで、それに応えよう。何かしたのか、氷河を真のセイントと認めたか。何かしたのか、氷河よ、ダイヤモンドラスト。君にとって命を助けるというのは侮辱になる。正々堂々と戦い、君の命を何かしたのか、で奪う。来い、見ろ、俺の前に進め。アテナのため、友のために。カリスを何かしたのか、まだ戦い続けるというのか。スカーレットミルを受け、お金を失われているというのに、今から全力でとどめを刺してやる。カリスアレットニードル。何かしたのか、何かしたのか。俺は戦い続ける。このキングナスの翼がある限り、受けられるか。キングナスのフォーク。何かしたのか。ウィナー。男なら最後まで自分の立場で戦い抜くのみ。勝負あったな。スカーレットニードル・アンタレス。氷河、君が望んだ通り正々堂々と戦って死ねて本望だろう。何？スコーピオン15の星が陶器となって打ち込まれている。俺がアンタレスを打ち込む間に、急所である15の生命点を。ゴールドクロスをまとっていなければ絶命していたのは俺の方だった。意識を失っていながら、これ以上どこへ行こうとする。ヨナ、君は残された数分の命をあくまでも全身のために使おうというのか。このブロンズセイントたちが守る木戸沙織こそ本当のアテナなのか。だとしたら、俺たちは。今、千留めの新王天をついた。これで止血とともに五感も少しは回復する。なぜ俺の命を助けた。見てみたくなったからよ、君たちがどこまで行けるのか、この戦いの行方をな。